本当にさっき言ってたその通り、集団的自衛権から何か秘密を持うから全部隠されたら本当にたまったもんじゃないです。今回の件は本当にこの1年間安倍がやってきたこと、安倍のミックスの上で確かに経済的に破綻はしてるけど、それどころじゃなくて、それどころでもあるんだけど、本当に戦争まっしぐらの彼の やってきたことがこの選挙してもう一度自民党を勝ってしまえば、それが全部肯定化されてしまうんだということを必ず心に刻むと刻むほど、俺は本当に戦争反対なんです。戦争は絶対許せない。これ絶対に、ね、昔からの戦争戦争反対、昔からだ。戦争に反対できるストライキを打てる組合を労働組合で作りたいと思っています。そして今日会議でその会議があったんですけど、そこで実はね、これ1ヶ月に2回しか会議がないので、先月うちの組合人員が機密保護法はやっぱり反対なんだって言った後に1ヶ月経って文書を書いてきてくれました。その人は本当に体弱いんで抗議行動何回かしかすることなくて、もう行けないかもって言ってたんですけど、でもこういう文書っていう形でここに参加したいということで、ここでその人の文書を読ませてもらってもよろしいでしょうか。はい。秘密保護反対文書とか、秘密保護反対文書、これ安倍に対して言ってますけど、本当に秘密保護に絶対反対する文書ですか。もうその人、私たちは秘密保護に反対します。秘密保護ってこうしてどのようなメリットがあるのでしょうか。私はないと思います。今現在ですが、私たち一般人国民が新聞などから得られる情報は限られています。秘密保護がなくても、この現状なのにこれ以上私たちに情報を与えなくていい必要はないはずです。情報の規制は大人だけへの影響ではありません。将来の子どもの思考力に悪影響をもたらすと考えられます。情報がなければ大人の子どもも考えることができません。考えることができなければ、ちなみに今日は考えることができなくなれば、大人には向上心が失われてしまう。子供が考えることをやめたら、独創性も子供自身の考え方による多様性も失われてしまい、子供は何が正しく何が間違っているのか判断できなくなります。考え方が一遍に偏り、偏った先に人は獲得できても、そこに入れなかった人が結果として偏りに向けて受け止めてもらえず、独創性も失われていく可能性もあります。だから子供を育てるのは大人です。その大人に必ず必要なものは情報です。情報がないために考え無関心な大人を増加します。無関心な大人の増加は子供を無関心にします。関心がなく、あらゆる物事を軽く考えてしまうようになります。重大なことも危機意識を持つことがなくなります。このような子供が成長して社会人になった時に、何かの問題を起こしても経営者を持つ問題を考えてしまいます。声を上げるのは当然のことでしょう。けれど、
急凶暴が下り、施行されればこういった思いを持っても賃上げの交渉するどころか声をかけることができません。それでは賃上げを行い、デフレを脱却するアベノミクスの破綻ではないでしょうか。一部の企業が賃上げをしているからアベノミクスは成功したしましたではないです。日本企業全体、円安などの影響を受ける会社やサービス業など賃上げをあまりしてくれない会社でも景気回復から賃上げが行われるならば、アベノミクスは失敗、アベノミクスすら行えない来年以上となるときは、ちょっと解散前に解散するっぽいですね。自分の会社を良くするために立ち上がり、声を上げる労働者を守ってください。会社は国のものでも社長のものでも代表と取締役のものでもありません。社員が一丸になり作り上げているのです。だから会社は社員のものなのです。会社をより良くするために自分の会社のこと、自分が置かれるであろう世界の情報を、他の会社のいいところ悪いところ自分に生かすことができないからと情報を否定せず与えてください。そして何より会社を良くするために私たちに労働者に声を上げ行動させてください。社会にも通じますかね。会社が良くなくて生きていきやすい社会などできるはずがありません。生きていきやすい社会となるためにも労働者の雇用環境、環境条件、接遇、年収など労働基本を整え、働きやすい良い会社になる必要があります。そのために労働者が立ち上がるのです。だから立ち上がるための話し合い、戦いすら否定するかもしれない。秘密情報は認められません。そしてそもそも政府は私たち一般人にとって何を知られたくなくて、秘密情報で誰のための秘密を保護しようとしているのでしょうか。本当にいい環境で真っ当に働かせてもらっています自衛隊は、本当にいい環境で真っ当に働かせてもらっています自衛隊は、自国を守るだけで他国との戦闘には参加しないというのなら隠す情報はないはずです。所得は下がり、消費税は上がり、税金だけは山ほど取られていく。私たちの税金が何にどのような目的でいつ使われているのか、私たち国民は知る権利があるはずです。なぜなら税金として搾取されなければ私たちの所有物であるからです。私たちの所有物を税金として没収し、私たちの所有物だったものをあなた方政治家は今現在使用しているんです。ならば我々国民には知る権利があります。知る権利を秘密保護法にあって剥奪するならば納税の義務は必要ないと思います。なぜなら自分の所有物を何に使用されるのかわからないものに投資をすることは将来に対するリスクの負担としか考えられないからです。リスク、すなわち他国との戦争や理不尽な略奪などに説明もなく使用されるのは大変遺憾です。遺憾が込み上げてきます。納税している限り私たち国民には知る権利が、秘密保護法により情報を規定するということは知る権利の剥奪です。これだけ私たちが本当に背負うべき責任は何かを知るために情報を親切に流してください。そして最後にこうあります。マッピングですが、生きていきやすい社会を作るためにも労働者の声を出させ行動させることを取り締まらないでください。情報を規定しないでください。そして私たちは秘密情報を認めておらず、たとえ施行されたとしても最後まで必ず戦いますという文章でした。すいません、長くて、まあいいや。というわけで必ずの秘密情報法に対して戦い始めました。そしてこれを労働現場から僕たちは必ず秘密情報に対しても絶対反対なんだという声を上げて戦っていきたいと思います。そしてもう一人は今回ちょっと来れなかったけど、これが来れなかったから来れなかった理由で、実はですね、皆さん知ってらっしゃるかもしれないですけど、福島診療所ってあるじゃないですか。それのカウントアピールの文章を考えている最中です。なので彼も今頑張っています。僕はあんまり何も考えることができなくて申し訳ないですけど、こういった行動だけで頑張ってますが、必ず最後まで秘密情報なんていうものは絶対許さない、そして秘密情報に続く共謀罪なんていうものも絶対作らせない、こういう戦
よろしくお願いします。